まっすぐ入っているから分かりにくいが、補修しにくい箇所だな。残念だが訓練用に回した方がよかろう。お前よくわかるな。俺には全然わかんねえ。いや、やっぱフェルディナントは何でもできてすげえぜ。それほどでもないさ。あ、それよりカスパル、何か悩みでもあるのか。いや、気のせいかもしれないが、ふとそんな気がしてな。そこまでわかるのか。まあ、実はちょっとな。もっと手柄を立てたいから、この戦いが長く続いてほしいって言ってる奴がいてよ。それはちげえだろって注意はしたけど、同時に考えちまったんだ。戦争が終わったら、俺は何してるんだろう。俺はどうなるんだろうってな。ふむ。特に心配はないように思うがね。今後の体制次第ではあるが。君は将として立派に結果を出している。しっかりと評価されるのでは？それはそうかもしれねえが、俺はやっぱ戦ってんのが一番だろ？お前と違って色々器用にできねえし。らしくもねえ悩みだぜ。らしくもないなどということはない。誰しも悩みを持つものだ。かくいう私も悩みの一つや二つあるさ。フェルディナントもか？例えばどんな悩みなんだ？そうだな。君は先ほど私を器用や何でもできるなどと評したが、それが悩みだ。え？事実だろう。なんで悩む必要があんだよ。確かに私は器用な方だろう。大抵のことは難なくこなせる。苦手なものも少なく、テフなどの刺激物くらいだろうか。だろ？だったら。しかし私にとってそれは、突出した才がないことの裏返しでしかないのだ。器用貧乏な私には、君のように一つの分野に類稀な才能を示すものが眩しく見えるよ。考えすぎだぜ、フェルディナント。俺をそこまで買ってくれんのは嬉しいが、お前と比べられちゃさすがに恥ずかしい。そうかね。いいか、俺は理学がダメだし、軍略だってからきしだ。連携を取るのも苦手だよな。フェルディナント、お前はその全部で俺を助けられるんだぜ。いや、俺だけじゃねえ。何でもできるお前なら、誰の苦手だって補えるだろ？悩んでんのがバカらしいな。よっしゃー！走り込んでくるぜ！あ、待ちたまえ、カスパル！あ、行ってしまった。だが、そうか。苦手がなければ誰をも助けられる、か。